遅い。スターリックが動き出した。バッキンガム宮殿にエデンのかけらがあるわ。譲ってやれば。街中であなたの仕事の痕跡を見かけた。私の判断に従ってくれない？スターリックの手下を消してたんだ。その間お前は何をしてた？ヘンリーと仲良くやってたのか？あなたの失敗の後始末よ。急がば回れって言葉知ってる？親父の言葉で説教か。フラトンの言葉よ。悪いけど今回は破壊できるものはないわよ。父さんもあなたのやり方を認めてなかった。親父はもういない。もういい。密偵から連絡があった。スターリックは今夜の舞踏会でエデンのかけらを奪い、教会と国のトップを消す気だ。最後の大仕事と行くか。それで別れよ。そうだな。で、作戦は？二人で会いに来てくれるなんてとっても嬉しいわ。街のニュースを聞かせてくれる？ミセス・ディズレーリ、実はバッキンガム宮殿の内部にあるものが隠されていて、脅威となる可能性が要するに姉が言いたいのは、今夜の舞踏会に忍び込みたいということです。不可能だわ。招待状がまだ残っていたとしても、まあ実際は残っていないけれど、あなたたちのような身分ではその。グラッドストーンのやつが来るなら私はいかんぞ。招待状は譲ろう。素晴らしい。では俺一人で。ミセス・ディズレーリー、もしこの弟にグラッドストン邸の場所を教えていただけるなら、彼が自慢の能力を使って招待状を奪い取ることができるのです。楽しそうね。聞いた、ディジー、グランドストンの招待状を失敬できるんですって。仕事をくれてありがとう、お姉ちゃん。どういたしまして、親愛なる弟よ。さて、ミセス・ディズレーリー、失礼します。私はマハラジャにお目にかからなくては。彼なら保管庫への行き方がわかるかもしれませんので。エビーのやつ、俺のことをガキ扱いだ。お前はどこにあるんだ？舞踏会は今夜だ。招待状は持って行ったんだろう。ついさっきここを馬車が2台通らなかったか？見た。男の人と女の人が別々の方に走ってた。男はどっち？あっち。ありがとな。
この道で正解だな。慌てるな。何としてでもミスター・グラッドストーンをお守りせねば。ミスター・ディズレーリはまだ諦めないのか。負けは目に見えている。確かにやり方はまずかったかもしれないけど、だからって。そうだ、行け。その調子だ。ミセス・グラッドストンには護衛がついてる。慎重に行こう。一人になるまで待つか。今がチャンスだな。女王陛下の舞踏会にふさわしい登場をしないとな。さてと、招待状には女王陛下の命により剣は入り口にてお預かりいたしますか。フレディに相談だな。よしいぞ。
行こうか。どうゆっくり。お前はいい馬だな。うん。